ちゃんぽんです。おはようございます。おはようございます。今回はですね、近鉄灰原駅に来ております。近鉄の大阪線八木駅からずっと行ったところにあります、名張方面に行ったところにあります大阪線の駅でございます。駅長配置駅でもありまして、大きな駅番号は D-45、 奈良県宇陀市の代表的な駅となっております。歴史的には古く、1930年昭和5年に開業した駅となっております。この時はですね、10月10日に伊賀神戸駅、神戸と書きまして、神様の扉と書いて神戸ですよね、伊賀神戸の時はね、神戸と読むんですよね。伊賀神戸駅まで延伸開業ということで、141年最初の開業から約10年後ですね、大阪電気軌道出てきましたね。大阪電気軌道と会社合併によって関西急行鉄道の駅となりました。1944年に近鉄の駅になりました。そして1945年にアメリカ軍の空襲を受けた奈良空襲の、まあ、こういう被害を受けた場所ということになっているんですね。奈良空襲っていうのもあまり有名ではないですけども、そういう被害を受けた場所が実際にあるということなんですよね。まあこの灰原駅なんですけれどもね、実際にはあまり行くことはない人も多いのかもしれません。この灰原という名前なんですけれども、宇陀市の灰原なんですけれども、かつては宇陀郡に灰原町という、奈良県宇陀郡灰原町という住所であったらしいんですよね。2006年平成18年1月1日に合併で宇陀市が発足して、自治体として灰原町は廃止されたらしいんですね。2011年3月までは宇陀市の地域自治区として灰原区っていう区が存在していたらしいんですよね。2006年から2011年までの5年間ですかね、市の中に空があるっていうのは、またこれは逆になんか都会っぽさあるんですけれども、今は灰原市のもうこの灰原というエリアっていうだけであって、別に空とかはないみたいです。大阪線国道165号が横断していた宇陀地域の中心、やっぱりこう今でも宇陀市の中心となる場所となっています。桜井よりも東の方に、山の方に行った場所っていうことで、やっぱこの大和高原に属してるわけですよね。気候としても涼しい場所とな、夏場でも涼しい場所となってます。大和高原の南端に位置して、奈良盆地との標高差も200メートル以上あることから、まあ盆地ではなく高原ですよね。そういったような気候区分に属するというようなことがウィキペディアにも書かれているという状態になっております。夏場は奈良盆地に比べれば幾分涼しくて、冬場は凍結、積雪などの状況にも見舞われるということですけれども、今回もですね、私が訪れた際も軽く雪がちらついておりましたし、まあ、水たまりなどのところも凍っていると、凍結しているという状況で、非常にやっぱりね、寒い、気温がやっぱり奈良盆地の平地に比べても低いんじゃないかなというような状況になっていました。まあまあ、とは言っても近年の温暖化のためで、ね、年々極寒の日は少なくなっているというようなことになっているみたいなんですけれども、やっぱりとはいえね、標高が高い分寒くはなっているというようなこととなっております。で、灰原っていうところ、なんか観光地名所いろいろあるのかなと思っていろいろとね調べてみたんですけれども、まあやっぱり正直申し上げて、お寺とか神社とかばっかりで、ちょっと私はよくね、そういうお寺とかあまり詳しくないのでよくわからなかったんですけれども、まあ先ほどお話しいたしました、1945年7月24日に空襲があったというお話をしましたが、それのね、供養塔というのが1975年に建てられたらしくて、それもね建っているらしいですね。灰原駅を訪れた後にですね、まあ桜井の方面に私は帰っていきますので、その途中にあります長谷寺駅という大阪線の灰原駅の隣ですね、一つ西に進んだところにあります駅もちょっと訪れてみることにいたしました。ちょっとね、手前に車を止めましてですね、真っ暗な道をずっと進んでいくわけでございます。こちらはですね、奈良県宇陀市にあるわけではございませんでして、桜井市に住所としてはあります。桜井市にあるとはいえですね、管理的には灰原駅管理の駅ということらしいですね。停車列車としても急行以下の一般列車が停車いたします。急行以下ですので、急行も止まるということですね。名前の通り長谷寺の最寄り駅となっております。まあ、今回はですね、まあ、灰原駅とその隣のその一つ西側に行った、長谷寺駅
これらに、伺ってみましたという内容でございました。真っ暗な部分がちょっと多かって申し訳ないですけれども、と普段あまり行かないような駅を巡れたんじゃないかなと思います。まあ、あと今回はね非常に寒かったんで、もう地面も凍結していて、まあ、雪もちらついていたんで、この急な勾配の坂道が多いところを軽自動車でブンブンとね走っているのは非常にねちょっとねスリップの危険性もあったり怖いなというようなこともあったんで、やっぱり平地がいいなと。このやっぱり奈良県の山沿いですね、桜井からちょっとこう東側に進んでいきますと奈良盆地を外れて山の方に入っていきます、大和高原の方に入っていきますので、まあこの辺はちょっとやっぱり本当に寒いですし、普段あまりやっぱりいかんなっていうことで、見る機会の少ないものを見ることができてよかったかなっていうことも思います。それでは今回の内容は以上とさせていただきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。あとですね、何度かね以前もお話しさせていただいておりますけれどもですね、この動画のチャンネルですけども、毎週月曜日と金曜日の午後5時17時に動画をね投稿するようにしておりますので、皆さん定期的に動画を見ていただければ、私としても励みになりますので、どうぞ見ていただきたいなと、よろしくお願いいたします。それでは今回の内容は以上とさせていただきたいと思います。今回もね見ていただいてどうもありがとうございました。